大谷由美子の女開きトーク。こんにちは、大谷由美子です。3年ぶりの公開講演会を11月11日に都内で開催します。テーマは女開きということで、今月はつぶつぶの活動を推進するチームつぶつぶのメンバーと女開きトークを楽しみます。松井敏子ことトコつぶつぶメカウーマンが今日のゲストです。よろしくお願いします。感覚とかっていうのをだんだん自分の中で思い出したりしてるうちに、だんだん性格も変わってるっていうか、なんていうの、考えれば細胞が、血液、食べ物によって血液ができて、血液が結局細胞に変わるんだってことも知ったので、それもびっくりした。血液がぐるぐる回ってるって、最終的には血液補充で細胞に変わるっていうのを聞いて、じゃあ血液の質、で血液は、食べ物でできるって、じゃあ食べ物の質が血液の質、血液の質が私の細胞の質、それは大変だっていうことで、びっくり、それまで考えてもみなかった、じゃあやっぱりどう考えても、私のこう体が求めていて、食べれば食べるほどこう元気な血液ができて、そこからいい細胞が生まれりゃ、お肌ツルツル、でそれどころじゃなくて、こう 脳も考えたら脳細胞へ、ってことは細胞が元気になるイコール、体元気になるイコール、血液元気にする食べ物、それがこんな簡単だったんだってことが分かって、じゃあ今までのあのめちゃくちゃな情報なんだなんだみたいな感じになって、まあとりあえず、文句言っててもしょうがないから、私は分かったことをこう使って、どんどん食べてみようって言って食べてたら、楽しいし、今言ったね、とこも経験している、頭痛から花粉症から、生理痛から、もうね、あるいはちょっとなかなか痩せられない、体から、あるいはあのスイーツ、中毒から、全部なくなったでしょ。それで気がついてみたら、なんか穏やかになってたりとか、精神も変わったでしょ。変わりましたね。そうそう。で、だからこう、それでなんでかなって最初分かんなかったんだけど、こうね、食べ物で血液体が良くなるっていうのは分かるんだけど、でももっともっとこう、座国とかを調べながらこの世界の仕組みとかしてるうちに、この世界の成り立ちっていうものをこう、日本の祖先がこう教えてくれた、この世界はこういう、こう意識からこういうふうにこう生まれ、今もこういう循環で動いてるんだよっていうことを伝えている文献っていうのがあって、最初は何言ってるか全然分かんなかったんだけど、もう22年もあるけど、でもね、コツコツでもなんかね、なんか響くものがあって、もうつぶつぶ食べながら、ちょうどそれと出会ったのが、こうきっとつぶつぶやってから、1990何年だから、あの 10年ぐらい経ってからだと思うね。でそれからそれをコツコツこうやっていたら、なんかね、もう見えてくるものがあって、だから一つはで、そこにで分かったのが、この世界は何しろ今もこうある、こう男が生まれ女が生まれるってことは、この世界が男的エネルギーと女的エネルギーの2つが最初にあって、最初はその元々は一つなんだけど、その一つがその2つのエネルギーに分かれて、その2つが元に戻ろうと思って結ぶことで、次の創造って生まれてできたので、だからあらゆるものに男と女がいるし、でその男の中にも女の性質、女の中にも男の性質っていうのがあって、常に結ばれたりして、結ばれては創造し、結ばれては創造しってして、この世界ができていて、だからあなたね、で、男しかない物体とか、女しかない物体はなくて、必ず男の中にも
まあ、例えば、ね、男性にも女性ホルモンがあり女性にも男性ホルモンがあるように、うん、こう必ずその入れ子式になってどっちが一番最終的に合計すると勝ってるかみたいな感じで女、うん、男があったり、うん、あるいはこう相手とのバランスによってこう女の性質の人でも相手がすごくもっと女の性質だったら少しこうその人の男が出るとか、うん、そういろんなバランスの中ですごい2つの大きなエネルギーがこんな風に動いて世界ができているっていうのを、うん、なんか最初は全然分かんなかったけど、うん、なんかまるでああそうだったって思い出すように分かってきて、で分かったのはな、うん、そして分かったのが、うん、穀物っていうのは、うん、本当に人間の食べ物なんだけど、うん、なぜかっていうと動物である人間の体は、うん、男のエネルギーでできているのね、はい、割と男性的な、うん、でが飼ってる物質だから、うん、でそのこう穀物って植物っていうのは女のエネルギーが できてるんだけど、はい、こう草だとちょっとそっちが強すぎるんだけど、はい、穀物というすごく調和的中庸な、はい、その女エネルギーこもったものを、はい、すごく動物の中でも割と中庸な人間は、はいはい、それが食べ物にすることで、はい、すっごいなんていうかな細胞がこう、うん、なんていうんだろう振動波の高い細胞っていうか、うん、こう振動値の高いこう、うん、硬質な細胞ができ、うん、さらにそれでできたこう高度な思考のできる脳ができる、うんはい、だから穀物こそが人間を人間にする食べ物だっていうことを、うん、その本当になんかあそうだったんだ、うん、で実際に私たちはね、はいうん、ご飯食べようって言ってご飯あそうだよずっと母ちゃんがご飯食べようご飯だよって言って、うん、ご飯って炊いた飯のことだよねって言うそうですねこんなの理屈抜きにご飯食べて私たち生きるに決まってるじゃんって思った、うんうん、でもそのご飯の仲間が、うん、ご飯があまりにも品種改良されたり生成されたり、うん、あるいはそれ、ね、ご飯にたくさんの もっともっとエネルギーの高い仲間がいたのに、はい、その子たちが駆逐されて、はい、こう本当に平和な一部だけが残ってるとかいう歴史も分かって、うんうんうん、あじゃあ私が本当にこう女性性をこんなに混沌としていて、うん、あるいは世界がなんとなく調和しないで、うんこうね、結婚したいな愛に満ちた世界が欲しいなと思ってもないのはこのエネルギーバランスが崩れてるからじゃないかっていうことが、うん、でまずは自分の中のエネルギーバランスを整えるのに、うん、もう穀物、うん、それもこう、ね、今ここに、うん、今ここにある、うんね、こう宇宙から生まれた野生のエネルギーの残った、うん、こう女性エネルギーの塊である穀物を食べること、うんはい、これによってすごい今極端にこう物質化し、うん、男性化した社会の中で、うんこう自分自身を保つ力、調和的に自分を保つ力っていうのが、うん、穀物だって本当に途中から分かってって、うん、だから私にとってはずっとねもう女開きのため、うん、この宇宙を構成している2つのエネルギーのうちの、はい、もう1つのエネルギーを、うん、こうとこれが今バランス悪くなっちゃって、うん、このままいくと本当に巻き岩で人類滅亡みたいな方向に行ってるのを、うん、ふっとこう、うん、本当に奇跡の帰還をするための、うん、回復をするための、うん、がこの女開き、うん、そのために雑穀というのがトピコが生まれて雑穀があるよって騒いでくれたり、うん、あるいはその雑穀に私がもう全く畑違いのデザイナーやったのになぜか出会ったり、うん、そこにこうね、うん、それを健康じゃなくて、うん、女開きというテーマで雑穀と出会う私というものがいたりとかっていうのが、うんうん、あこれ偶然じゃないなって思ってて、うん、でも最初からその頃ね、はい、何しろもう天女って言ってずっとね、うん、怪しいとかだいたいセミナーが今はそうでもないけど、うん、昔はセミナーやること自体が怪しいっていう感じがあったから、はい、セミナーやりたくないセミナーやりたくないってずっと思いながらなんか怪しい仲間だと思われたくないとか思ったけど、うん、でも本を書いてねミラシコの本を書いた後、うん、この本をこう見ただけでは絶対古いその脳の回路だけだから絶対わからないしやっぱ場が必要だからまあやっぱりどう思われても気にせずやるかって言って本当に知りたい人のためにってセミナー
始めて、うん、でその後思ったのは、うん、やっぱりその食を、そしたら食を変えることで本当にこう健康になり心も変わっていくんだけど、自分もそうだったけど、うん、でも実際は現実社会はいつもね、うん、あの真由美さんやこうまつりこさんと話しているより真逆バスターじゃないけど、うん、真逆世界だわけでしょ、うん、と世界全体がちょっとこうずれちゃって、うん、勘違いの真逆の価値観で動いちゃってる中で、うん、自分だけがそうなった時に新しい脳の回路を満足させるような生き方をしようと思うとストレスが強すぎて、あと自分の中にももう古い物質パターン、男パターンの思考やこう行動がくっついてるわけさ、いっぱい。それを解除しないとダメなので、だからまずは未来食セミナーでこう物理的に食に対する先入観や変な食情報を解除する、うん、今度は自分の中にあるこう生きるって何かってことに対する、うん、本当に生き方のにまつわるこう先入観や、うん、そういういろんなこう真逆のパ、うん、こう自分を損な方向、うんうん、不幸な方向に落とし込むようなそういうのから、うん、バーッと脱いで自分を戻すと、うん、そのプロセスがないと、うん、結局無自覚なだけだと、はい、本能が目覚めてもやっぱりそっちの大勢の圧力にガッと潰されちゃうから、やっぱり自覚していく人、やっぱりそのこと、この世界はこういう風にできていて、でだから女性はこういう役割で、だから男性はこういう役割で、全てのものに男女があり、こういうことになってるから、こういう風にすればこんな風に体は動き、こんな風に幸せな人間関係が築け、こんな風に人がなっていくってことを、要するに世界の仕組みを知っている女性、これが増える。そのためにはやりたくないけどしょうがない、天女セミナーやろうっていう感じで天女セミナーを始めて、いや3人ぐらい来ればいいかなと思ったら、結構みんなが響いてくれて、怪しい怪しいと言いながら響いてくれて、で今や本当にこう それを学んだ人たちが、ね、おかげさまでですよ、どんな変化が来たの。そうなんですよ、おかげさまで。本当だから私もやっぱり最初職からしか入らなかったけど、自分がそういういろんな先入観を持っちゃってるとか、いろんな殻を持っちゃってるとか、自分じゃないものになっちゃってるとかっていうことすらも気づいてない状態なわけですよね。それがその新しい、その今までに出会ったことのない職に出会ったことによって、楽しくこう始めやってることによって、あら、なんか今までの思ってることとちょっと違うぞとか、なんかこう変わってきた自分をどうしたらどうしたらいいどうしたらいいんだろう、どう使っていいんだろうかとか、なんかね、健康になったけど、一体じゃあ今までだったらこういう先入観とかこういう価値観とかこういうこだわりとかで生きるって自分でこうルールがなくて動くて大変じゃない、はい、だから一応それで動いたのが枠外したら、はい、そうそう、じゃあ何を基準にこの右足をみたいな、私もそうだった、そう、自由になったような気がするけど、じゃあその中で自分はどうしたらいいんだろうとか、どこ行けって、そう、どこ行けばいいんだろうっていうのが、ね、やっぱ多少は最初ちょっと戸惑いとかもありながら、でもどん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 なんていうの、殻を脱ぐ、最初ちょっと痛みとかもありますけど、なんか痛みを感じたその先っていうのを少しずつ味わっていくにつれて、あ、気持ちいいっていうか、よりどんどん自分になっていく、脱いでいくことによるね、はい、変化っていうのはちょっと不安とか恐れとか、はい、痛みってやっぱりこう守るために来るから、はい、行くなよって言って止めるんだけど、はい、そこをちょっと超えることによって開かれるものの方が大きいってことを何回か経験すると、はい、できるよね、そうですね、はい、それをまさにこう感じてって、どん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 こう素の自分に近づいていく。最初素の自分とか言われても、え、自分だけどみたいな今もうすでに自分だけ だけどみたいな、そうそうそう思ってた、これ以上何があるって、何があるっていうのって、今どう、今でも全然違いますね、その時の自分と。そうでしょ、だって思い込んでたし、自分というものをなんか制限もかけてたし、なんかあれが好きとかこれが嫌いとかっていうのも、なんか自分じゃないものに基準を置いて決めてたなっていうのも今ならわかる、でもその時はね、もうそれが私ですって思い込んでたから、そうじゃないとか言われてもとか言って反発バンバンとかってあったけど、そういう気持ちもよくついてきましたね、はい、やっぱ変わりたいっていうかね、よりよく自分を気持ちよく生きたいっていう気持ちはずっとあったんだと思う。そうだよね、こんにちは、つぶつぶインターネットラジオディレクターのとこです。今週は本編のトークにも登場していますが、ここで今日のつぶつぶニュースをお届けします。11月11日日曜日、大谷由美子の女開き公開講演会を開催します。どなたでもご参加いただける講演会です。会場は東京都内。
大谷由美子の女開き公開講演会11月11日、お申し込みお待ちしています。それではトークの続きをお楽しみください。ね、でもそれをねこう少しずつ少しずつ紐解いていくために、はい、最初はまずはこう女性こうつぶつぶで少し細胞がね、はい、変異をしてきて、はい、調和を取り戻して、はい、脳の思考がの中にバグが少しでも減って、はい、柔軟になった女性たちに、はい、だったら天女って言ってもいいかなぐらいな感じで恐る恐る、はい、こうやってでそしたら結構わかるんだとか、はい、結構変わるとか、うん、で実際にそれからどんどんこう目覚めて、うん、もうこの人続かないんじゃないかなこの硬さではみたいな人が今もうつうつま出したりとかですね、うん、本当にそれまで、はい、なんてだろう、こう人間のそれぞれの性格って個人個人のもんだし、はい、問題でプライバシーだし、うん、だからこうそれぞれの勝手でしょって感じで、うん、なんかこうねルールも無法地帯みたいだし、うん、何がいいかもよくわからないし、うん、で自分はこう何か自分なりにこうすごく楽につぶつぶやったりいろいろしてなったけど、うんはい、人でもこうした方が絶対この方がどう考えたってルール通りに入れた方がいいに決まってると思うんだけど、うん、人までにそんな余計なおせっかいしてもなとか、うん、それが伝わるのかなとか、うん、やっぱりそこまでこう自分をこう知らない、うん、あるいはもういいと思い込んでる人たちが変われるのかなとか思って、うん、じゃあまずはせめて向上したい、うん、本当は誰でもあるんだけど、うんまあ、強くそれ意図的に向上心があるとか変わりたい、うん、特にその食事を変えたいっていう人はやっぱりより健康になりたいとか、うん、納得した食事を子供に与えたいとか、うん、何らか意欲のある人だよ ね、うん、そうですね。だから私にとってね食ってどっちかというとその意欲のある人を集める、うん、その納得とか満足とか質の高い生活を、まうん、求める人であるという一つの、うん、なんていうの最初のふるい、はい、みたいな感じで、うん、そして来てもらって、うん、そしてどんどん食べていくうちに、うん、ある本当にこう細胞の質が変わり、うん、あるいはこう現実にそれまでと全くそれまで食べてたものを全部掘り投げて違うものを食べてるのに前より豊かで楽で簡単でっていう、うんうん、もう本当になんか捨てることの方が得なんじゃないかっていう経験してるんだよね、うん、みんな、うん、はい、そうですね、そうでしょまさにこんなに捨てちゃったけど、うん、こんなねこうケーキワンホール食べてた人が、ね、ケーキワンホール食べなくなっちゃったけど今のがすごく豊かで幸せみたいな、うん、このね捨てちゃったりこう変化すると、うん、特に遅くで面白いっていう経験を、うんうんうん、こうリスクなくできるのが食なんだよね、はい、そうですね。あと早い、うん、我慢とかもないしね、ないし、何しろ食べてればいいからね、うん、で他のことだと難しいや人間関係だと相手もあるし、うん、でスパンも、ね、人生長いから、うんうんね、結局どうしていいか分かんないんだけども、うんうん、ということは、うん、結構その食でその、うん、それを経験していくと、うんうんまあ、そこだけでも柔軟になる、うん、さらにほら食っていうのは細胞もさっき言った、うん、穀物8割食べていくと、うん、本当にこう穀物の持っている、うん、こう人間を人間にするための、はい、こう女性調和それをこう、うん、昔の人は泡、うん、あらゆる輪、うん、あらゆるつながりって呼んでるんだけど、うん、泡という性質、うん、それがこう素晴らしいって、うん、こうそういう名前で呼んでいた、うん、こう女の性質そしてなんとさ、うん穀物の粒も泡って呼んだと昔の人は女性エネルギーのことを泡と呼んで、はい、穀物の粒のことを冷えも泡も気も何しろ脱穀した粒全部泡って呼んでたっていう文献まで出てきて、はい、って感動して裏付けがすごいです、ね、誰この文献書いてくれたの神様じゃないけどすごいこう喜んで、うん、いやということはねえ、うん女性エネルギーの塊で、うんね、私たちを癒すものと昔から分かって食べてきた、うん、でその名前が今は泡っていう雑穀1個だけど、うん、こう本当は全ての穀物が泡だった、うんそして女性エネルギーが泡、うん、いやびっくりっていうようなところで、うん、だからこれをでそれまでは目っていうようにねツール要するに目覚めるための土台、はい、あとはこの3次元で肉体を持って生きるためには肉体が性能がいいっていうか肉体のチューンアップがちゃんとできている方がいいに決まってるよ ね、はいうん、ねチューンアップのできてないバイクとか乗りたくないでしょ、うんね、チューンアップの死んじゃうかもしれない、ね、そうでしょチューンアップのできてないあの車じゃ嫌でしょ、はい、その前にみんな平気でさ、うん、チューンアップのできてない体に乗ってるって、うん
思ったわけ、はい、あ私やだ絶対私は私の体をチューンアップして乗るぞ、うん、で体のチューンアップの仕方なんですよ未来植物部は、うん、そうですね、で体をちゃんとチューンアップして、はい、そしたら好きなだけ遊べるじゃん、うん、どこへでも行けるじゃん、うん、安心じゃん、はい、だからこの安心な上にでもじゃあさ、うん、じゃあ車に乗ってどこ行く何するって、うんうん、ね、行き先も分からずただ乗ってるって寂しくない、うん、何もしないんだよね、そうだから、うん、あ次はなぜ、ね、ここに行って何をするのか、うん、何して遊ぶのか、うん、私は何をした時に幸せなのかみたいなことを本当に感じていきながら、うん、この世界の仕組みを知りながら、うん、ルールを知りながら、うん、こうね、じゃあお金って一体何なのか、うん、この自分が感情的になっちゃうこの感情って何なのか、うん、私は本当は何どういう時に幸せだと思うんだろうか、うん、今まで思ったことと全然違う幸せがつぶつぶにあった、うん、もう人生って何だろうっていうようなことを考えて、うん、結局そして今年ね、なぜか去年からね、はい、あのちょうど2013年に、うん、つぶつぶこう天女セミナー2013っていう、はい、食と天女を思いっきり、うん、なぜ天女なのかってことを表に出そうと思ってやった、うん、こうセミナーやって、その時に新しい私になるっていうメッセージを出したんだけど、はい、そこからこう少しずつライフデザインっていう風にやってきて、うん、でこの今年2018年になる前の去年ぐらいから、はい、なんかつぶつぶ再誕生、つぶつぶ再誕生じゃないけど何か来年再誕生みたいよ、5年経ったし、うん、みたいなことを言ってたら、うん、今年の中盤頃から、うん、ずっとここでね、はい、またまたま女開きとかって言ってたんだけども、うん、あ、女開きの本当にこの、うん、さっき言った穀物は、うん、女開きの食で未来食つぶつぶというシステムは、はい、偏ったこの世界あるいは個人、うん、一人一人女性の中、はい、あるいは男性の中、うん、あるいは社会構造あらゆる場面での、うん、この女のエネルギーっていうか、うん、女性エネルギーっていうか、うん、こう泡の力というのを目覚めさせるために生まれるべきもので、うんはい、私その世話係、私がすごい探求心があったから、うん、なぜか白羽の矢じゃないけどその世話係、お世話係になっちゃったんだなって、うん、だからお世話係だから、うん、結構苦労はないんですよね、うん、だってお世話してるので、うんうん、別に私がなんかすごい頑張って未来食というものを生んだとかさ、うんうん、このレシピを頑張ってこう作ったとかじゃないのね、うんうん、なんか生まれて、生まれてきちゃう、なんか手から魔法ずずずずず流れて出てきましたみたいな、うん、本とかも、はい、あ私の著書ではないのね、うん、なんか作る役だから、うん、担当者として作りましたこの本みたいな、うん、担当者として作りましたこの本みたいなのが次々出てるけど、はい、自分の本というよりは、うん、まあこう必要としてみんなが教科書にするべき本っていう感じで、うんうん、なんかこう全然普通わかんないと思うその感覚ね、私にとっては一つ一つの仕事が生まれ出てくるものをお世話する、うん、生まれ出てくるべきものをお世話するみたいな、うん、でも考えたらこうね、これは私の体の細胞が私だとしたら、うん、自分の意思ってそれをあるようでないよねって思ったのね、だんだんそんなことも思って、はい、あだとしたら私もこの世界宇宙の一員として、うん、なんか体の細胞さんのように、うん、肝臓にいれば肝臓の働き、うんね、腎臓にいれば腎臓の働き、うん、血管の中にいれば、ね、赤血球の働きっていう感じで、うん、なんかわかんないけど私がなぜかしちゃう行動っていうのが、うん、あそのまま私なんだなみたいな、うん、なんかそこに喜びがあるんだなみたいな、うんはい、なんかそれまでとは違う、うん、脳で何か目的持って、うん、だからもうさっき言った自分ね、これが自分だとずっと思ったように、うん、今の人はねそれも思わない、自分探しあ自分探しやめようとかね、はい、こう探して見つかるもんではないもう自分である、そうですよね、もう自分であるんだけど、うん、もう自分である自分を、うん、自分じゃない自分で覆ってるっていう現実があるわけじゃない、うんねうん、だから探すよりは、うん、あの余計なもの脱いだ方が早いよとか、うん、あと理想とかね、うん、その何かするんじゃなくて、うんもう成長ってしちゃうもんだから、うんうん、なんか成長しようとしてるっていうか、うん、何かこうこう動くわあ私なんだろう自分を眺めてる感じなの、うんうん、あ次はこう思うのね、うんうん、あ次はこう動くのね、うん、あなんかわかんないけどどうしてこれやってんのかしらみたいななんかそういうきっと世
赤血球とかそういう感じだと思うんだよ、なんかわかんないけど流れてきて、ね、なんかわかんないけど、あの辺に血栓がいるからなぜか細胞になっちゃって、なんかわかんないけどあそこら辺怪我してるからピューと行って直してたりとか、なんか別にすごい一個一個がすごいし持って、僕が個性とか思ってないと思うんだよね、そうですよね、もっと大きな全体の流れが、そうそうそう、全体の中で赤血球行けって言われたら、ね、お腹今いっぱい食べたから胃の方に出動って言われれば、みんな出動って言われたから出動、わかんないけどなぜか流れていってしまうみたいな感じだとしたら、あ、私もそういう中でやるべきことをちゃんとやってきただけなのかなって、というと、あとはこれから何やっていくんだろうっていうのも私が考えるというよりは、ね、あ、何やっていくんだろうみたいな、その中で、やっぱりそろそろ女開きというテーマを表に出していく、本当にこう穀物の中に、あるいはこの世界の、こう女性エネルギーの調和がまず食から始まり、でもその食で解かれたこの脳を駆使して、脳ってコンピューターだから、性能が良くなった体、高性能の体と高性能の脳、チューンアップされた体を利用して、脳を利用して、さあ楽しもうっていう世界をやっぱり共有するような、そのための、なんだろう、基礎知識っていうか、この世界の何て言うんだろう、ガイドマップっていうか、この世界はこういうふうにできてるんだよみたいな、あのそういうことを私が次の役は、あのまずね、私自身がこの世界を思いっきり楽しみ味わわないと困るので、まあ、思いっきり味わってるんですけど、でその味わう中からこの世界の成り立ちと仕組みをまず探求してきました、でそれの仕様書、皆さんを取り巻く世界の仕様書と、その皆さんの大事なこのね、チューンアップの仕方、でチューンアップされた体の取扱説明書、要するに心身の取扱説明書、つまり食と生き方のレシピを伝える、あ、これが私のなんかこうね、きっと何だろう、免疫細胞なのか、どこのきっと胸腺細胞かなと勝手に世界の中の、この、そう、世界の免疫をこうね、あのいろんなもんバランスを取る、こう免疫だから、日本は免疫国で、その私は免疫国の胸腺人間っていうか、あの免疫人間っていうか、免疫細胞なのかな、胸腺みたいなものなのかななんて思いながら、こうそしてさっき言ったね、こう、あ、女性エネルギーっていうよりこの泡の力、あらゆる調和、あらゆるものを調和させてこの世界を運営しているこの大きな大きな力の中の一方の、なぜかちょっとこう封印されている泡の力をこう目覚めさせる、ここに真っ向からやっていくっていうことになったのねみたいな感じでそれもこう感知して、そう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 、自分が思うっていうか、そうだから別に、だからこうしてやるぞとかじゃなくて、で急に今までは割とこう、そういうこともあったから、なんか私別に料理家じゃないしとか言って、料理家だと思われたくないなとかね、なんかこう 何だってこう限定されることが、探検家とか言ってた、そうそう、本当に暮らしの探検家とかって言ってて、だからそういう何だと、それも心を解き放すもう一つの暮らしの探検家とか名乗ってたので、でも名乗るっていいのよ、そういうから今があるんじゃないかと思うんだけど、だから料理家ですかとか言われると、違うなんとかですかと、違うみたいな、なんかね、じゃあセミナー講師とか言われても、違うとかっていう感じで、なんかこうなるべく何かと固定されたイメージで見られたくないというのは一つあって、でこういろいろやってきたんだけど、でも今やっと照準があって、なんと年内いっぱいでレストランももうやめていいよっていう時期に来て35年やってきた、ね、やっぱりこうすごい愛着もあるレストランを、でも何かを始めるときはね、何かを閉めるってこともあって、今はやっぱり料理教室、それぞれの実は料理教室で日本の、まずは日本を、まずは日本を料理教、つぶつぶ料理教室で埋め尽くそう、そのためにつぶつぶ料理コーチをどんどん育成しようなんだけど、それは料理教室が増えることが目的じゃなくて、こう
なんていうの、まるでただ単に会社に勤める人の寝床みたいになっちゃってる家庭、要するに生きてないんじゃなくて、本当にそこが生命の生産っていうか、こう文化の文化を創造する場所になるような、本当のこう神経細胞みたいなシナプスのような家庭、これを取り戻す必要がある。そのためにはあのつぶつぶ料理教室を開く、天女の学び、未来食つぶつぶを実践し、天女の学びをしてつぶつぶ料理教室で人を導いている女性が増えると、その家がそのなんて脈々と生きた細胞の一つのような、こう新しいシナプスの一つになって、それのネットワークが育っていくと、いつかひょっとこの、何か新しい地球が、なんですか、普通そんなに大げさじゃないと思うけれども、ああこれだったっていう、つぶつぶの料理ってそうじゃない、何でもないものを作って、何でもないけど、ああこれだった、全く違う、キラキラキャーみたいになるような、もう見たら普通だけど全く違う世界っていうのがそこにヒュッと現れるんじゃないかって、そんな気がね、して、で、そうなので、この夢をね、みんなと共有、で、あるいはそのまずはこう基本の基本、今みんなの中に起きている葛藤の正体や、それをどっから始めていけばいいのか、どっからこの自分とこのアワーの力を、自分の中のアワーの力を目覚めさせていけばいいのかっていうようなことも含め、でそういう過程ができたら世界がどんなに変わっていくのかっていう夢を、なんか思いっきり発信しようと思って、3年ぶりに、もうこのとこずっとね、こうつぶつぶマザーもできたし、あの新1新2とこう彼らたちがやっていて、新3しかできないし、会員限定のトークぐらいはやってたけど、結局こう表に一般公開っていう形で講演するのはもう3年くらい経つんだよね。ということで、いよいよ11月11日、何が、私もね、だからその日にそこに立つまでね、言うこと決めてないんだよ、いつもね、だって私が喋るんじゃないんだもんみたいなところもだから私が喋るんだけど、大きなこう体全体の意思と共に私がこう喋っていく、あるいはそこに集まる人のこう思いとか総合されて、その総合した統合された中から、今つぶつぶの料理が鍋の中で今ここで生まれるように、今私から出ていくものを受け取ってもらう日、それが11月11日、ぜひ、あのピンと心に響く、今日の話に響く、あなたに会いたいなと思ってるんで、ね、私も当日いますから、そうそう、メカウーマンとしていろいろ活躍してると思うんだけど、でも本当に全く、それまで見えなかった世界を見ている、こう松井敏子とこでした、ありがとうございます。